はい、どうもこんにちは、カリパイです。セカンドチャプター公開後に追加された道具といえば、そうこれですね、金属探知機。この金属探知機を使っていろいろなアイテムを探すことができるようになりましたが、やはり何といっても一番の狙いはチタンのインゴットの材料となるチタンの鉱石ですよね。しかしね、これがまたレアな鉱石なので探すのが一苦労です。そこで私ね、はい、見てください、頑張りましたよ。これだけのね鉱石をね集め、チタンのインゴットを手に入れました。はっきり言ってですね、時間はめちゃくちゃかかっています。そこで今回は探知機ガチャ炎の52連発と題して、金属探知機で探索しまくった様子を一気にご紹介したいと思います。はい、そんな感じで早速一つ目はトーテムが出てきましたね。はい、こんな感じでね、いろんな場所を探索してきたので、この動画を見ている人のチタンの鉱石探しのヒントになればと思います。
We'll be right back.
はい、という感じでいかがでしたでしょうか。チタンの鉱石が出てくる場所は完全にランダムなので、とにかく手数をかけて探知しまくるのがおすすめです。まあ、個人的な感想としては、出現頻度の高い熱帯気候の小さな島を数多く当たることが一番効率がいいのかなと思いました。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。